この試合を楽しんでるんじゃないか。これ以上大人の都合に付き合っていられるか。ベタガンダム神域凝結します。俺だってまだ死にたくない。なんだと、後でブリッジに上がってこい、修正してやる。こっちの事情も知らずに暴力はいけませんよ。引っ張られたぐらいで男が死にに行けるか。神域、自分の都合で大人と子供を使い分けないで。僕は自閉症の子供なんだ。植物が、うるさい、邪魔するな。周囲に僕の気持ちが分かるものか。さかしいだけの子供が何を言う。賢くて悪いか。子供の言い分だってあるんだ。目の前の現実も見えない男が。本当に排除しなければならないのは地球の重さと大きさを想像できないあなたたちです。戦いの中で人を救う方法もあるはずだ。あるわけないだろ、戦っちゃいけない。これが大人のやり方なのかよ。大人ってやつはいつもそうだ、いつもそうだ、いつもそうやって。これが戦争だろうが。子供にはわからないことよ、坊や。貴様、貴様、大人ってやつは。神指だ、やめなさい。男のヒステリーはみっともないわ。うるさいよ。人が死んだんだぞ、いっぱい人が死んだんだぞ。何が楽しくて戦いをやるんだよ。みんな死んでいく。こんな死に方嬉しいのかよ、満足なのかよ。誰が喜ぶんだよ。お前らがいなければこんなことにはならなかったんだ。死んでしまえ、ここからいなくなれ。そんな大人修正してやる。うわあ、大きな星がついたり消えたりしている。大きい彗星かな。いや違う、違うな。彗星はもっとバーって動くもんな。